自宅で猫を一匹飼ってるんですけど、毎日一本だけ猫用おやつを与えてるんですけど、実は皆さんご存知かと思うけど、猫用おやつでチュールっていうのがあると思うんですけど、これはチャオっていうメーカーの商品名なんですよね。チャオ。で、自分は実は違うメーカーのシーバメルティの猫用おやつを与えてるんですけど、基本作りは同じなんですけど、ドロッとしてるんですけど、成分は謎です。で、俺は60本入りで2102円のこの商品を買ってるんですよね。60本で2102円。けど、チャオも、こっちはこっちで45本で1541円。ちょっと1本あたりの単価出してみるか。どっちがお得なんだろう。チャオは有名だから5218の評価入ってるけど、シーバメルティーのは499の評価しか入ってないんですけど、単価が難しいことになってな。ちょっと調べてみます。なんと衝撃的な単価出ました。チャオのチュールは1本 34.2 円、14グラム。で、ソロのライブル、シーバのトローリは1本 35.0 円、12グラム。単価面でチャオが優秀で、グラム数でもチャオが優秀って、本気出してます。潰しにかかってますよね。ライバル企業。一時はシーバメルティの方が安かったけど、潰しも、なんて言えばいいんだろう、この、潰しにかかってるっていうか、共倒れしそうな感じですかね。ライバル企業同士で。値下げ合戦で1本34 0.8 円シーバーの方が高いし2グラム少ない。チャオが本気出してきましたよ。一時はシーバーメルティ安いからって買ってたけど、チャオの方が安くなっちゃいました。グラム数多くて。いやー、利益出てんですかねこれ。45本で1500円。1本34円。そっか。これはね、固定されてはいないですよね。たまーに逆転したり、たまーに逆転したり、たまーに逆転したりで、結構、定期的に単価調べると、シーバの方が安い時もあればし、チャオの方が安い時あるんですよ。これね、ほんとギリギリでやってんじゃないですかね、もはや。ここにもう1社ぐらい入ったら、ほんと3社ぐらいで潰し合いしたら、もう価格破壊起きちゃうんじゃないですか。うん。ということで、今現在はチャオの方が優勢ってことですね。以上。